スノーキーこと小手川幸也です。店頭 FX 業者の、決済リスク同行の有識者検討会第2回に向けてのその2です。はい。で、ちょっと前回と、被っている部分もあります。で、第1回が済んで、11日ですか、経過したんですけども、金融庁のホームページに議事録っていうのはまだ上がってきていません。これだけの日数が経って上がってきていないっていうことはですね、すべての有識者会議、これが何回で終わるのか分かりませんけど、5回だったと仮定して、5回終わってから出る。ってなるとですね、その途中どんな話し合いがされているのかっていうのを私たち投資家は知らないままっていうことになっちゃうんですよね。まあたまたま第1回は私であったりとか、あるいは5チャンネルに書き込みされた方とかが書いてくれたんでよかったんですけども、不透明なまま5回とかが終わってしまう可能性もある。はい。で、まず思うことなんですけども、第1回の会合で、私の記憶の限り、あとその5チャンネルの書き込みね、前回の動画の概要欄に URL 貼りましたけども、そこで傍聴された方も、テント FX 業者3社はい、発言はなかったと記憶しています。ただ金先協会の方は、頑張って発言はされていました。でね、このテント FX 業者3社発言しないんであれば、そのオブザーバー枠私に譲ってください。本当にね、もしくは、他の投資家さん、ね、に、席を譲ってください。発言させてください。で、本当にもしもですよ、もしも私呼んでいただけるんであれば、もうちゃんと私も40過ぎた大人なんで、前日に名刺持参で金融庁の担当者の方のもとにスーツを着てご挨拶に行きます。当日もスーツを着て、ちゃんとおとなしく座っています。もちろんぶち込ますつもりなんてありませんし、本当にね、この、会議のタイトル通り、リスクがあるんであれば、私も投資家の一人、テント FX 業者を主に利用している投資家の一人としてね、そこは私も明らかにする、お手伝いはさせていただきます。はい。で、もう一つですね、一般傍聴席、見ている限りだと、前回も言いましたけども、スーツを着ている方が多かったので、テント FX 業者の関係者なのかなと。で、後ろにね、多分あれ、一般傍聴50人、50個ぐらい席あったかな。そのテント FX 業者さんがずらずらっと座ったところで意味あるんですかと。ね。ちょっと一応、申し込みの時には、一つの団体から多数の申し込みがあった場合はお断りする場合がありますって書いていたんですけども、例えば一つの FX 業者で2人とか来ていたら、ね、20社来ていたら40個席埋まっちゃうわけじゃないですか。いや、本当に、後ろに座ってね、何するんですかっていう話なんですよ。おそらく、会社から言われてきて、で、こんなことが話し合われましたっていうことを報告するんでしょうけども、で、何するのっていう話なんですよ。反対の声を上げるわけでもなし、何か対応するわけでもなし、いや、それだったらね、興味を持っている一般投資家とか、メディアに、席を譲ってくださいっていう話なんですよ。はい。確かあの時も、ギリギリね、この第1回の時は、1週間ぐらい前に、会議がありますっていうことがあって、おそらく2日3日でも締め切られたんですよ。申し込みが殺到して。なのでですね、その、席を譲ってほしいっていうのと、もしくはですね、テント FX 業者の方、傍聴するなっていうのはあまりにもあれなんで、傍聴するんであれば、テント FX 業者枠とその他の枠、一般投資家とメディアの枠で分けてほしいです。はい。もっともっと、一般の投資家の方に、参加していただきたいと思うんですよ。で、皆さんにちょっと問いかけたいんですけども、日程が合えば見に行きたいっていう方多いですよね。はい。ということでね、こういった、声が、金融庁の方に伝わるといいなと思って今回の動画をお送りしました。最後までご覧いただきありがとうございました。